やっほやっほー。みんな元気かな？絵を描いていくよ。今日はこのなんだろうな、なんていう感じなんだろうか。アメーバー的な感じの絵を描いていくよ。これも結構簡単だよ。紙とペンを用意してね。まず真ん中にふにゃーんとした丸を描くよ。ひょうたんみたいなやつ。うん、これに、周りをたどって、同じように描いていく感じ。それを紙の中にいくつもいくつも、だいたいそうだな、にゃんは3つか4つの輪でこう囲んで、場所を決めていっているよ。これもなんか結構5個も6個も重ねて書いてから次のをやっててもいいと思う。その一番最初に書いたやつをどれぐらいの大きさまで広げたいかによって、そこはもう好みなのかなって感じで、今もね、もうランダムに書いていってる。これがね、ランダムなほど面白いんじゃないかなと思うんだよね。こうひたすら辿っていくっていうのは結構なんていうか楽しい。でもニャンが苦手なのは最後の線を結ぶところなんだよね。どうしてもね、一本線をふにゃーっと書き終わると最後はいおしまいみたいな感じでね、それも性格だよね。ピタッとね、止める練習を今しているところにゃんよ。最後のやっぱりなんていうか丁寧さっていうのはあれだよね、出来上がりの丁寧さにつながるんだよね。なのでみんなもちょっと始めと終わりに、慎重になるところをちょっと心がけてみると、なんか綺麗な感じに見えるかもしれないよ。どん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 描いていこう。なんかまっすぐとか円とか割ときちんとした形を繰り返していくのは、なんていうのかな、なかなかうまくならないなっていうね、あの感じがしちゃうんだけど、こういうなんか特に決まりのない形を繰り返していくのはとても心地いい。やっぱり自由度が高いものほど描いていてもね、なんか好きにやれるわって感じだよね。で、上手い下手も関係ないから、思ったようにね、線をたどっていってね。で、これもなんかどっちがどっちの上なの下なのみたいなことを少し考えながら描いてるにゃんよ。それはもうなんか絵の出来栄えというよりは、その時に、あ、ここ描きたいと思ったとこに線を引いてるって感じかな。だいぶ雰囲気出てきたでしょ。今とても迷っている。これど、空白を全部埋めても埋めなくてもいいと思うんだよね。ニャンはね、なんかやっぱ性格上空白を作りたくなくて、全部線で埋めたくなっちゃうから、無理やりこう、狭いところもね、こんな風に線を描いちゃう傾向があるんだけど、空いたところをなんか色で塗りつぶしちゃうっていうのも、一つとても素敵なデザインになるんだよね、実はね。あるいは今日はやらないけど、その空いたところに別のデザインを刺していくっていうのも、また新たなものになるよね。なのでみんなもぜひこの、ふにゃふにゃしたものでね、オリジナルのものを考えてみてね。どうかな？だいぶできてきてるかな？にゃんもだいぶできてきています。どうかな？にゃんもこうやって毎日、なんかわかんないけど線を引き続けて、実は何年にもなるんだけど、ただいろいろノートに書いたりとかね、溜まってきて、でもこのままだともったいないなと思って、自分の記録としてね、動画に収め始めたんだよね。誰にもあんまり見てもらえてないけど、それでもね、なんかあ、こんなものも書いてたなとか、ずっと続けてるなって思うことが自分にとってとても、なんていうか、
あ、結構やれてるじゃん自分って、なんか褒めてあげたような、あ、これやっぱり好きなんだなって思うような、そんな感じがするんだよね。なのでみんなもぜひ書いたものは気に入らなくても捨てずに残しておくと、なんだかんだ言いながら続けてこれたなっていう実感がね、湧くんじゃないかなと思うんだよね。おー、だいぶ埋まってきた。もう本当にね、隙間は全部埋めたい。これはなんか自分の心の隙間が怖いのかなんかそういう傾向があるにゃんかって気もするよね。絵にはやっぱりその人のなんか癖みたいなものもね、出るにゃんよね、きっと。みんなはどうなんかな、お休みの日はルンルンやれてるのかな、それともイライラしながらも何かしなきゃって思ってるにゃんかな。だいぶ進んできたにゃんよ。このね、最後の隙間をどう埋めるかっていうのは本当にね、悩んじゃうとこだけど、全く脈絡のないところから線引くのもやっぱりちょっと違和感だしね。うん。おー、いい感じですね。今日は色は塗らないので、こう線だけ引いたもので完成になるよ。今日も数分だけど、こう一個出来上がったっていうね、達成感味わえたにゃんよ。みんなも一緒にやってくれてどうもありがとう。また作品一つ増えたね。はい、出来上がりにゃん。お疲れにゃん。また一緒に何か書こうにゃんね。ありがとうにゃん。えい、お疲れなんだよ。チャンネル登録してくれたらとっても嬉しいにゃん。